そんなわけはありません。僕は料理のお兄さんリュウジです。ちょっとね、最近はコンプライアンスが非常に心配になってきたこの料理チャンネルなんですけども、ピー音を入れると全部 OK だっていうのがありましたので、今回も多分 OK になるでしょう。ということでですね、今回はですね、至高シリーズでございます。はい、皆さんも至高シリーズの中でも一番と言っていいほどですね、見たいっていうお声が上がりましたですね、至高のペペロンチーノです。僕のね、ペペロンチーノもうはっきり言っております、多分、炎上します、このペペロンチーノ。なぜかというとですね、特殊すぎてね、誰からも理解されないと思うんですけども、食べたらものすごいうまいっていうですね、非常に、挑戦的なペペロンチーノね、やっていきたいと思います。あのアーリオオーリオペペロンチーノです。アーリオオーリオっていうところは崩してないです。ただ作り方がかなり独特ですね。あの邪道です。だからこの料理は邪道にして至高のペペロンチーノなんです。これからそれをやっていきたいと思います。まずですね、ニンニク2かけ使います。アーリオオーリオペペロンチーノを作っていくんですが、アーリオオーリオっていうのはアーリオがニンニク、オーリオがオリーブオイル、ペペロンチーノが唐辛子ですね。この3つはもう必ず入れないとペペロンチーノにはなりません。芯を取り除いたニンニクを、こんな感じで、僕は粗みじんでいきます。はい、もう1個やりますね、これね。ニンニクはですね、国産がいいとか中国産がいいとか諸説あるんですけども、正直言ってですね、これちょっと炎上ポイントなんですけども、僕は国産は好きじゃないです。なんでかというと高いから、日常的にそんなものは使えないです。なので中国産もしくはスペイン産とかのものを使ってます。正直味にそんな変わりはないです。国産は大きくて香りが穏やかなので生食に向いてます。香りをつけるっていうところだったら中国産とかスペイン産の方がすごく香りが強いので、今回のアリオオリオペペロンチーノであれば海外産を使ってください。香りが出ます。今回カットするのはこれだけです。アリオオリオペペロンチーノで、具材を入れてもいいんですけども、今回入れないで作っていきます。フライパンもこれちっちゃい鍋にしてください。今回1人前2人前だともう少し大きいフライパンの方がいいんですけども、今回1人前なのでこれぐらいちっちゃい、ミニマムなフライパンの方が、作りやすいです。でここにですね、火をつけてない状態でオリーブオイル大さじ1を入れます。でここにですね、先ほど切ったですね、中国産のニンニクを入れていきますね。でここでこう火にかけます。で最初は強火でいいです。全てのニンニクがオイルに浸かるようになじませてください。こんな感じでね、でプツプツいってきましたね。プツプツいってきました。こうなったらですね、端に寄せます、こうやってね。はい、で火をね弱めます。弱火にかけるのはじっくり火を通して香りを出すことですね。ここ重要でございます。はい、でまあちょっとね、いい感じの芝犬色になってきました。そうしたら唐辛子、大体僕はね、これぐらいで1本分とは言ってる、もうちょっと多いかもしれないですね。これ入れていきます。唐辛子はね、ニンニクよりねちょっと焦げやすいのでね、後から入れていきます。はい、で少しね唐辛子火が入ってニンニクが全体のね芝犬色になりましたら、ここでですね、すいません、こっからですね、こっから多分コメント荒れると思います。水です。はい、350cc、ここに入れます。はい、で、ここにですね、コンソメです。小さじ1です。入れます。塩ですね、1つまみ加えます。2つまみぐらい入れてもいいかな。2つまみちょっと入れちゃいますね。で、今回使うパスタなんですけども、普通のスーパーにどこでも売ってます。ママの 1.4 ミリ、5分茹でタイプです。で、沸いたらですね、中火に戻しましょう。中火に戻して、この状態で、ここにパスタを入れていきます。ねじってね入れるとね、全然鍋入ってねえじゃねえかって感じになりますよね。なんですけどこれですね、少しね、時間をかけるとですね、ちゃんと入っていくんです。これでこの状態で中めの弱火って言えばいいのかな。そんな感じです。でこんな感じでね、入れていきましょう。ね、コンソメが入ってるのでね、本場のペペロンチーノってコンソメ入れないんですよ。じゃあなぜ入れないのかっていうと、イタリアにコンソメがないから。ただ、本当にごめんなさい、これ多分ものすごい荒れると思うんですけど、僕は本場のペペロンチーノ全然好きじゃないです。なぜかというと味しないんですよ。コンソメをこの茹で汁に入れることによってすごくね味をつけていきます。でパスタが沈んできたら強火で大丈夫です。最終的にはここに入ってる水分は全てパスタに吸われてなくなる酸なんです。いやー、あ
荒れるなこの動画。ちょっと荒れるのが怖いので、ちょっと荒れをください。はい、どうぞ。なぜこんなことをするかっていうと、僕イタリアンレストランに勤めてた時があって、イタリアンレストランの厨房で作ったペペロンチーノと家で作ったペペロンチーノ全然味が違うんですよ。で、何が違うかってすごい考えた時に、僕の勤めたレストランっていうのは毎日ですね、ものすごい人が来てたので、一つの鍋でずっとパスタ茹でるんですよ。そうするとですね、茹で汁がものすごく濃い茹で汁になるんですね。その小麦がものすごく溶け出した茹で汁っていうのがソースにね、適度なとろみをつけるんです。で、これをですね、どうにか家庭で再現できないかと思ってやったのがこのペペロンチーノ。なぜかというと、鍋だけで茹でるので、茹で汁に溶け出した小麦粉が全部ね、このソースに入ってるんですよ。まあ、パスタ作ると乳化って皆さん聞くと思うんですけど、ほっといてもこれね、絶対に乳化する。だから絶対に失敗しないんです、これは。でですね、このやり方がすごくですね、僕にハマりまして、これがですね、一番美味しいペペロンチーノじゃないのかなっていうふうに僕は、思いました。30秒でいきます。火入れが終わるなっていう時にオリーブオイル大さじ1です。ここで加えます。ここで加えて火は止めちゃいます。で、ここ、これで5分経ったところです。で、ここでチャッチャチャッチャやって、乳化していきます。で、どうですか皆さん、この時点でソースがほとんどないですね。はい、これが非常に重要なんです。はい、このペペロンチーノソース本当にいいから、次もう少しお塩しますんで、少し今回ね、具がないのでパスタ自体にちょっと力を持たせないと、美味しくない。もう完成ですね。はい、お皿に持っていきます。はい、こんな感じでね、ねじりながらね持ってあげてくださいね。もう、パスタが冷めにくくなるっていう効果があります。あればでいいんですけども、こう、乾燥のパセリをかけてあげてください。これだけで非常にね、見た目が美味しそうに仕上がりますので、こちらでですね、至高のペペロンチーノの完成でございます。はい、それではできましたのでですね、早速食べていきたいと思います。いただきます。ほんとこれめっちゃうまい。甘いのも合うな。これね、ほんとにね、この小麦が溶け出した茹で汁とオリーブオイルが一体化することによって、ソースが極限まで麺に絡んでるんですね。やば、うまこれ。でね、赤唐辛子、僕はちょっと唐辛子好きなので、結構入れちゃったんですけども、もう少し加減してもいいかもしれない。これ結構そこそこ辛口な中辛ぐらいになってます。やっぱりコンソメの美味しさっていうのはすごく出てますね。これは基本的に具材が入らないレシピなので、なんかベーコンだとかうまみのある調味料とやっていただくと、こんなに、コンソメつかなくてもいいんですけども、やっぱりですね、日本人っていうのはもう基本的にうまみを尊ぶ味覚を持ってる方々が多いと思うので、うまみはどこかで入れていただいた方がいいのかなっていうふうに思います。塩を少し多めにして、うまみ調味料とかでやっていただいても結構です。最高。そしてですね、正直この、ペペロンチーノってものすごい邪道なんですね。何が邪道かというと、一つの、鍋でパスタを仕上げるっていうのは基本的に本場の方々はやらないからなんですね。なのでですね、今回はですね、邪道を極めようと思います。これです。醤油です。醤油ごと垂らしていきたいと思います。ほんの少しでいいですよ。日本人の大半は醤油をかけたペペロンチーノの美味しさを知らないんですよ。めちゃめちゃうまいから。はい、いただきます。ほんとこれだけやってほしいわ。ペペロンチーノ醤油かけてほしい。めちゃんこうまいからね。正直僕ほんとイタリア料理店は食べ歩いてきたんですけども、ほんとに僕が一番うまいと思うペペロンチーノはこれです。多分ね、万人受けするんじゃないのかなっていうふうに思います。ペペロンチーノというよりもなんか油そばみたいな味ですねこれね。でもね、非常に味の奥行きがあってほんとに美味しいです。だからこれ本当に流行ってもらいたい。ペペロンチーノを今まで本格的に作ってきて美味しくなかったっていう人こそこれハマると思います。ぜひ僕と同じやり方で、作っていただければなっていうふうに思います。多分ね、コメントは相当荒れると思うんですけども、
僕が思う一番美味しいって感じですけど、ぜひ皆さんと共感できればなっていうふうに思います。ということでね、今回の料理動画いかがでしたでしょうか。作ってみたいなと思った方、もしはですね、美味しそうだなと思った方、ぜひですねチャンネル高評価、およびチャンネル登録をよろしくお願いいたします。